で、もう一つは、その日本のあまりにも大きい財政赤字ですね。これも大きな、その経済の停滞の要因じゃないか。まあ、政府債務が増大しますと、まあ、なかなか思い切った支出ができないわけですね。借金の返済と利払いとですね、そちらの方に、かなりの予算を取られてしまいますから。それから、公共投資とか、旧来型の公共投資をしても、その効果が、これも後でちょっと述べますが、高度成長の頃にはすごく効果的だった公共投資が、それだけの生産性の増大効果を生まなくなってしまっている。それでは2つ相まって、それともちろん、高齢化に対する医療費の増大とか、それらが相まって、財政支出が悪化しているわけですけれども、これに関して話題になったというか、よく引用される研究に、このロゴフという人とラインハートという人、ロゴフはハーバードの有名な国際金融なんかの先生なんですけれども、学会誌に発表した論文があって、彼らはこの論文の中で各国のデータを調べてみて、政府債務と GDP の比率が0から30、非常に健全な財政運営をしている国の平均成長率ですね、実質 GDP の平均成長率が3.8%ぐらい。で、30から60ぐらいになりますと2.8で、ところが60から90はまた3.6。ということは、90%ぐらいまでであれば、あまりこの財政赤字じゃないですね、政府債務の大きさが経済成長を上げるのか下げるのかということは言えないと。ところが、90%を超えますと、急激にそれが下がって、90%を超えている国の実質平均成長率はマイナス0.2%。これは後に統計の取り方がちょっとまずいんじゃないかという批判があったりして、それをこう著者たちが防衛したりするような話もありましたから、これをそのまま債務の割合が増えていくと成長率が下がるんだということを表している、数字を見たらそうなんですけど、原因がその政府債務の方にあって、結果が経済成長の悪さにあるのか、経済成長が悪いんで、その結果、財政赤字が膨らんでいるか、両方があるかもしれませんから、因果関係ははっきりしないんですけど、いずれにしても、世界的な例を見ますと、財政赤字の大きな国、債務のでかい国は、どうしても成長パフォーマンスが悪いということが。で、もう一つ有力な説は、先ほどの、企業貯蓄と家計貯金の関係からも分かりますように、全般的に、日本の賃金は下がってきています。これは賃金上昇を、企業が防衛的になって賃金上昇を抑制しているということ、それから、小泉改革の時に労働者の構図は随分変わって非正規社員が増えましたから、その結果、非正規社員の平均賃金は低いということもあって、全体の、労働者の賃金が名目値で下がってきています。これは名目賃金の変化率ですけれども、97年あたりをピークにして急速に下がってきていることが分かります。これはヨーロッパとアメリカと日本の1995年を100という基準値にとって、その後の賃金の、これは平均賃金ですけれども、国際比較の場合はどうしても為替レートの変化があるんで、正確な数字はなかなか難しいんですけども、これを見ましても、アメリカが割と順調に賃金が伸びているのに比べましてですね、ヨーロッパもそれより低いけども、持続的に伸びているのに、日本の方は下がってきているということが分かります。で、ちょっと余談ですが、私のように大学に勤めてますと、その大学の中というのは、国立大学は基本的には独立法人になってからとも、公務員の賃金のシステムに従っているんで、年功序列と、公務員賃金に合わせたようなシステムになってますから、他人との給与の差というかですね、よその大学と比べても大した違いはないわけです。私学と国立大学というのは若干の違いはありますけれども、最近は国立大学でも、研究成果が、たくさん出たりするんですね、少し多いめの給料を払うと、3割増しとか4割増しとかいうことをやり始めてますけど、まだその恩恵に預かっている人はすごく少ないということと、2倍とか3倍とか極端な差じゃありませんから、あんまり値が気にしてない。ところが、国際間比較をしますと、例えばアメリカの大学と日本大学の、教員の給与を比べてみると、80年代の円高の頃というのは割とこう縮まったんですけども、その後この図にありますように、これは大学の給与でも似たような
動きをしてますから、格差が広がってきて、まあ、最近ではアメリカの大学院を出た若手の先生ですね、まあ、大学院出て3年とか4年とかの人と、まあ、私のように日本でもう定年間近まで行ってると、の給料はほとんど変わらないか、むしろアメリカの方が高いぐらいになってます。それからまあ最近はシンガポールとか香港の大学の方が日本大学を平均給料で超えてまして、したがってまあアメリカでこう学業を取った日本の若い人たちが、まあ、日本 の就職事情がもう一つ良くないこともありますけれども、まあ、アメリカとかヨーロッパに残るだけじゃなくて、その香港やシンガポールの大学に行ってしまうということがすでに、まあ、我々の分野でも起こり始めています。ですから、まあ、この賃金が下がっていくというのは、日本の中にいますとみんなが下がっているわけですが、平均して あんまり気にならないんですけれども、国際間比較をしますと人材を取り損ねるとかですね、まあ、そういう問題がすでに起こり始めています。これは非正規労働者の比率を示してますけれども、女性男性ともに増えてて、まあ、これが低賃金の大きな原因の一つですけれども、で、まあ、以上まとめますと、その、まあ、一部の人たちはこれが一番の原因だと、例えば賃金の低下が一番の原因だとか、生産性の低下が全てだとかいう言い切る方があったもおられるんですけれども、まあ少し冷静に考えれば、やはりいくつかの要因がその積み重なって起こっている現象だろうというように思います。ですから、まあ長く大きな目で見ますと、まあ国際協力総力がやっぱり全般的に低下しているということと、まあ人口高齢化によってさまざまな面で生産の活性化がだんだん失われてきている、まあ、これは大きな背景ですけれども、まあもう少し細かく見れば、直接の原因はそのミスアロケーション、まあ企業内産業内の資源が十分に効率的に配分されてないという問題とか、それからまあ企業の無形資産投資、これは R&D とかそのオン・ザ・ジョブトレーニングとか含めてですけども、まあそれが低下している。それからまあ雇用形態が小泉改革など大きく変貌してしまった。まあこれは全部誤って生産性が低下して、まあ生産性が低下しますと当然支払う賃金の方も下がってきますから、賃金が下がる、まあ賃金が下がるとそれが需要の低下にもつながりますから、企業の過剰貯蓄を生んでしまうというような感じ、まあ、ですからまあこれらが、まあ、4つ挙げた要因がですね、まあ、ある意味では悪い形で重なって起こっている現象だろうというのが、まあ、冷静に考えた時の見方ではないかと思います。まあ、若干個人的な見解が混じってますから、そうじゃないと言われる経済学者とかエコノミストもおられるかもしれませんけれども、